んこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うつ主です。ということで今回は、夏の電撃戦144倍マッチ企画。今回当チャンネルは、なんとコールオブウォーの公式マッチに招待されたので、今回はそのマッチの動画になります。にしても、144倍って、普段のマッチとは、全く比べ物にはならないぞ。海外の実況者さんの動画を見てみたけれど、ユニットがあんなにヌルヌルと動いていたのは、めちゃくちゃ衝撃的だったよ。はい、それでは今回スペインでプレイしているわけですが、今はまだ試合が超ゆっくり進んでいて、実質止まっている状態です。なので、今のうちに日本チームのスペイン、モロッコ、アルジェリアで今後の動きを考えています。とりあえずとして、スペインはどう動くんだ？前線に要塞を建設して、砲兵、装甲車を生産して対比武装系ユニットが近づけないようにするよ。防衛を固めて進行されないようにするんだけど、攻められそうならフランスに進行するよ。このゲーム、爆撃機が強いという話を聞いたけれど、対空は作らないの？それなんだけれど、初期の段階で対空はいるから、それをうまく使っていきたいと思うよ。モロッコとアルジェリアはどうするんだ？モロッコとアルジェリアは、まずリビア方面に前初期軍隊を集結させて、そこから一気に制圧。別チームのリビア、エジプトを制圧後、ヨーロッパに軍隊を移して一緒に戦ってもらいたいと思うよ。なるほどね。でも、海から上陸されない？それはもう賭けだよ。一応モロッコには産業の建設をしてチームの資源の要となってもらいながら、潜水艦の生産をお願いしたけれど、正直守りきれるかはわからない。本当に賭けじゃないか。私はなんか嫌な予感がするけれども、早期制圧を目指すなら、それが良いのかもしれないわね。しかし、かなり動作が遅いな。そうなんだよね。実はこの試合を通して何回も更新しているんだよね。やっぱり、みんなが一気に集まると重たくなるのかな？他のラウンドでもそうだよね。仕方がないのかもしれないけれど、やっぱり改善してほしいよな。それでは、今回は公式マッチ準備編というわけで、次回からは144倍の恐ろしさを、みんなに味わってもらいたいと思うよ。どうしても気になる人がいたら、ぜひ海外の方の YouTube チャンネルを覗いてみてください。とりあえず、全体的な作戦としては、アフリカ方面でリビア、エジプトを制圧したら、3カ国でヨーロッパを制圧するっていう流れだよ。周りはみんな144倍マッチ経験者なのに比べ、うちは経験者が一人もいない。一体勝てるのか？それではご視聴ありがとうございました。視聴者さんが作成したポーランドの動画も投稿するので、ぜひ見ていってな。